成田啓治は、鳥取県米子市出身のプロ野球選手。1950年の登録名は、啓治。米粉中学校4年時の1935年、一級先輩の、清水秀夫、井上慎一郎のバッテリーの活躍で、一類主として、春夏連続で、甲子園に出場した。1936年は、三院大会決勝で、鳥取市中に敗れる。 卒業後、慶応義塾大学野球部で活躍した後、大阪鉄道局米市に入る。シベリア抑留を経験したが、その後米鉄に戻り、1949年までプレーする。1950年、国鉄スワローズ結成に伴い入団。球団結成初戦の開幕投手を務めたが、惜しくも敗戦投手となった。寄せ集めだった。 当時の戦力を考えれば、かなりの高騰だったと言われる。プロ入りから初勝利まで11連敗を記録し、これは大東京の桜井七之助に並び、日本記録である。カーブ、スローカーブやシュートを武器にした。2年間で退団し、大阪鉄道管理局に勤務。天王寺鉄道管理局で監督を務め、都市対抗野球大会に出場した。 天皇寺鉄道管理局時代の教え子に、大根明がいる。定年を迎えて地元に帰り、母校で野口博美ら後輩の指導に当たるとともに、高校野球中継の解説者として、多くのファンに親しまれた。ありがとうございます。